はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。社会の変化というものは気づかないだけで確実に毎日毎日、まあもっと言うと秒単位で進んでいっております。ただその変化にある時気づいてわっと大げさに驚くんです。これを生き地と呼びます。一例を挙げますと、誰もが持つようになった携帯電話でさえも、いつか気づいた時にあ、みんな持ってるとなりましたし、その携帯電話ガラケーだったものがスマホに置き換わった時も、ある日突然置き換わったかのような印象を受けるということです。沖縄県辺野古での座り込みとされる活動において、その現場をトコトコトコと訪ね歩き、その時誰もいなかったよとツイートされたのが、匿名掲示板2チャンネルのボードメンバーひろゆきさんです。10月3日のツイートが様々な現実を炙り出しました。そしてその余波はかねてよりあった疑惑を白日のもとに晒してくれているような気がしてなりません。つまりこれもまた社会の変化の一つなんです。木曜日の令和4年10月20日琉球新報は次の見出しの記事を配信しました。ひろゆきさん本誌取材、ひろゆきさん側から追加条件で見送り。取材の予定が条件が追加されたことによって見送りになったというんですが、当人のひろゆきさんはこんなツイートをしております。かねてよりお伝えしていましたが、琉球新報から取材依頼があり、金曜日の19時配信予定でした。某メディアがオイラが言ってないことを言ったと報道したので、言った言わないを避けるために配信しながら取材する形で進んでいたのですが、琉球新報側の都合で前日ですが取りやめになりました。つまりひろゆきさん側からすると琉球新報が理由だと言うんです。ところがここでちょっと待ったと懐かしのネルトンベニクジラ団を彷彿とさせるかの割り込みに入ってきたのが、琉球新報のお仲間、あ、違った、ライバル紙の沖縄タイムスの阿部隆記者さんです。こんなツイートをしているんです。琉球新報によれば、取材前日になって新たな条件を提示したのはひろゆき氏の側。そこには一切触れず、琉球新報側の都合で前日ですが取りやめになりましたと書き、ネトウヨを煽るのがひろゆき氏。はてさて、どちらの主張が正しいか。いや、その答えは琉球新報の記事の方にありました。琉球新報の記事によりますと、取材を申し込んだのは10月の中旬とあります。一般論で10月の中旬と言いますと、10月の15日前後を指します。一方、やはり琉球新報の記事によりますと、ひろゆきさん側からの追加の条件が出されたのは19日とあります。仮に中旬を15日とするならば、わずか4日後の話です。また、当初の取材予定日は21日だったわけですから、いずれにせよ1週間前後の話です。沖縄タイムスの阿部隆記者のツイートにあったように、前日とだけ切り出せば、唐突なドタキャン的なみたいなっぽいイメージになりますが、一週間という時間軸で見たときに、追加条件というよりも具体的な条件を詰めただけと見るのが自然ではないでしょうか。これまた琉球新報の記事に書かれていることなんですが、新たな条件が提示されて、そして検討したものの、取材予定日までに結論を出せないために断ったというんです。つまりキャンセルを伝えたのは琉球新報の側なんです。よって前提に触れずと言うんであれば、その前提に触れずにひろゆきさんを貶めるかのツイートをしていたのは沖縄タイムスの阿部隆記者の方となります。またひろゆきさん、その後もツイートしていて、新たな条件なるものも明らかになっておりますので、そちら紹介します。ひろゆきさん、言った言わないになるから公開のライブでやりたい。配信の URL、配信用の URL を送ったそうです。すると琉球新報さんの方が、条件が追加されたため準備が整いませんでしたとして、どこに追加の条件か、また配信 URL をクリックするのにどんな準備が必要なのですか、取材前から言った言わないになるとは思わなかった。配信用の URL を送ったことが理由であるならば、それは新たな条件とか追加条件ではなく、必要条件です。よって琉球新報の記事は、加えて沖縄タイムズの阿部隆記者のツイートも口から出まかせということになってしまいます。あるいはそもそも取材をしようとしているという仕草を見せただけという疑惑も浮上します。何かといえば、難癖をつけて取材を中止にすることでひろゆきが逃げたという印象操作です。ここで私が思い出してしまうのは、テレビ朝日の名ディレクター玉川徹さんの発言です。安倍元総理の国葬儀における菅義偉前総理大臣の
友人代表としての追悼の言葉に対して政治的意図を匂わせない演出をするものだという発言です。なお琉球新報はフジテレビの系列の沖縄テレビと業務提携しております。なぜこうした沖縄の西と博之さんとのやり取りに政治的な匂いを感じてしまうかと言いますと、安倍元総理が凶弾に倒れたから博之さん一貫して旧統一教会と自民党との接点なるものを批判し続けているからです。そして博之さんの旧統一教会の吊るし上げにおいて琉球新報や沖縄タイムズと足並みをトコトコトコって揃えるお西奥様あというよりは具体的には安倍川の皆さん、博之さんを熱烈に支持していたんです。具体的には9月16日のプレジデントオンラインにて、旧統一教会問題で今をときめくジャーナリストの鈴木エイトさんと博之さん対談しております。鈴木エイト×博之、自民党の旧統一教会自主点検リストはあまりにずさんでひどすぎると題した記事の中で、旧統一教会問題について発信発言を続けている旧先鋒のお二人が、とインタビュアーは切り出しております。そして確かに博之さんもご出演なされております TBS のサンデージャポンでも猛烈に批判しております。あくまで是々非々を繰り返すサンデージャポンの司会を務めるお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんに対して擁護していると決めつけて底の浅すぎる批判を繰り返しております。ところがはっきり言いますと辺野古の基地をめぐる座り込みのことに関しても底の浅い発信を博之さんは繰り返しているんです。しかしこの辺野古のことに関してだけは目くじらを立てているのが安倍川の皆さんと見事に重なるんです。もう一例を挙げておきましょう。やはり旧統一教会を長年追いかけ続けているなんてね紹介をされますジャーナリストなのかなの有田芳生さんです。サンデージャポンの番組終わりの舞台裏かなと思わせる写真を掲載しつつこんなツイートをしておりました。統一教会批判のいい本になったでしょう。残念です。でも沖縄に30代から深く関わってきた僕が今の状況で強調を出すと気持ちの上で沖縄に行くことができなくなります。僕にとってはそれほど沖縄と基地問題そして沖縄の歴史は重いのです。とても悲しいです。何でも対談本の予定があったらしく取材は全て完了していたんですがこの共著の発刊を取り下げたというんです。ただ沖縄と基地そして旧統一教会というのはそれぞれ別の話です。より踏み込めば沖縄というのは基地だけの話じゃありません。沖縄県では人が住み人が笑い森は茂りどこまでも青い空と海が広がります。有田芳生さんが沖縄に深く関わりとありますが基地は大きな課題であっても沖縄の全部ではないんです。また沖縄県という地域を一括りにするのもどうかなと思います。沖縄本島は宮古島など離島に対して人頭税なるものをかけていた歴史があるんです。ここでそれぞれを振り返りはしません。ただあえて言うならば有田芳生さんが見る沖縄とは基地だけ、基地一択ということになってしまいます。そしてその基地一択の沖縄は、旧統一教会よりも重いという話です。読売テレビミヤネ屋で語っておられます、旧統一教会の社会問題がとか、2世がとかっていうそういう話よりも、戦後に始まった沖縄の基地の方が重たいと、有田芳生さんは捕らまえているということになります。はい、ここで立ち止まりポイントを絞ってみます。本来的にはそれぞれ別件のはずである辺野古の基地と琉球新報、沖縄タイムス、そして旧統一教会問題。これらに横串を刺すならば、安倍川の一択ということになります。反安倍政権という政策に対する議論ではなく、反安倍晋三、安倍ヘイトによる安倍カルトの安倍川です。しかし、博之さんはそもそも反安倍の安倍川の人ではありません。大前提としてかつてテレビで人気を誇った周知シーンでおなじみの鶴野武さんらが参加していた一種のテレビが仕掛けたトレンドであるおバカタレントのネット版だというのが私の見立てです。つまりネット版おバカタレントのポジションです。これは学力的にどうこうという話ではありません。その場の空気や文脈を無視して時にプシュッてやってピッと火をつけるかの発言を面白がる人だけが楽しめる。そんなネット芸人だというのが私の評価です。
そんなネット芸人を、お、俺たちの味方だと勝手に持ち上げて、勝手に失望したとなっている。それが今回の騒動の本質なんじゃないでしょうか。そして何より、今はネットがあります。かつて情報の上手にいたのは新聞社や新聞社が大株主のテレビでした。今は誰でもネットで配信ができます。加えてひろゆきさんのようなフォロワー数を誇ればマスコミを凌駕する拡散力を持っているんです。これも大きな時代の変化です。そんな時代に琉球新報がライブ配信を理由に取材を断ったところにやはり疑惑がジロゴーン。そもそものひろゆきさんのツイートには言った言わないを避けるためのネット配信とあるんです。それを琉球新報が断ったのはそもそも発言を切り取りねじ曲げるためだったんではないかという疑惑が浮上するということです。これを裏付けるかのようにひろゆきさんの自分の YouTube での番組の発言に問題があるかのように切り取りをしたツイートをしていた映画評論家町山智博さんの印象操作に乗っかったかのような記事を沖縄タイムスに安倍隆記者寄稿しております。具体的には沖縄の基地反対派のスピーチにおけるイントネーションのことです。イントネーションについては言った言わないで言えば発言そのものは言っております。ただ論旨においては言っていないことです。こうした言った言わないの水かけ論になるのを避けるために全てを配信することによってネットの皆さんの判断に委ねようというのがひろゆきさん側の狙いだと見ております。まさにネットがありますの時代ならではということです。いわばネットという平場での真剣勝負です。しかしどうやら新聞に代表されるマスコミの皆さんというのはこの平場での勝負がお苦手のようです。そしてやはりここで思い出してしまうのがテレビ朝日のディレクターさんの政治的意図を匂わせないように見せる演出という発言です。なぜなら沖縄タイムスはひろゆきさんへの抗議の声が広がっていると言わんがばかりの次の見出しの記事を配信しておりました。ひろゆき氏を広報起用した金融庁に抗議、東京で市民有志、沖縄差別にお墨付きを与えている。白がこう言ってます。5人揃ってゴレンジャー。はい、この市民有志とやらの総数は5人です。記事にもしっかり5人と書かれております。うちのところの近所の人生の先輩方が朝方自主的に集まってやっているラジオ体操よりも少ない人数です。これ果たして社会問題なんでしょうか。つまりこういうことです。座り込みの時は0人だったかもしれないが今回はなんとドドンと5人もいる。5人というかね、一気当選ですからね、1人当たりね1000人かなということでね、5000人ぐらい的なみたいなっぽいなのかな。我が方は日本社会のレアモノ、レアカード、パチモン、あ、パチモンじゃなくポケモン、あ、なんだろう、よくわかんないな、え、少ないことバレちゃいましたと冗談はともかく、ネットという平場においては実力が全てです。ファクトが全てです。エビデンスでヤンスなんです。どれだけ切り取りと捏造をやろうと思っても生配信をされてしまえば話を回し回しモリモリにすることも政治的意図を匂わせない演出というものもできなくなります。今後新聞やテレビの取材に対して生配信を約束させればいわゆるひろゆきスタイルが定着すれば口から出まかせ的な捏造報道が日本社会から消えた消えたやったーとなって日本の正常化が近づくんじゃないかなと考える今日この頃でございます。とりわけ日本社会では嘘つきが嫌われます。捏造報道とは事実上の嘘です。日本社会から嘘同然の捏造報道を潰していくために我々は微力ですが無力ではありません。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。こちらメルマガ版月曜日から金曜日までのレギュラー放送の内容をさらに深掘りして番組配信前にお届けしております。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
中居子、安倍晋三完全勝利席という物語ならにモルゲストよと答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと、番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ、私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、気が合いますね。あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。そしてパーを出したあなた、さよならさよならさよなら、淀川長春かーい。それでは本当のバイバイ。